本から来ました金巻義俊と申します。台湾の皆様にどのように受け取られるかとても興味深く展覧会を開催しております。どうぞよろしくお願いします。女性を数分、もしくは数秒ですね、あの小さい時間の中でいろんな感情が揺れ動いてるっていうことを表現しています。ここの交差ですね。そしてタイトルになっている、交差的という、交差をこの三つ編みで表現しています。この中で、伝えたいことは、もちろんアンビバレンスという表現の中で我々が当たり前に起きている感情を一人の女性に演じてもらっているということですね。就是我们可以感受到他有很强的描述能力，就是在那个形的掌握上，人物的表现上非常的纯熟。我们在学校的时候，我是高他两届啦，在整个学习的过程啊，那个木雕刻的技巧啊，他有非常纯熟的一个训练的过程，让他今天能够这样表现这些人物啊，非常的游刃有余。ここにある全ての作品の共通のテーマが今回の個展のタイトルになっているアンビバレンスという、作品です。例えばこちらの人がうつむいて少し暗い表情をしている、こちらはリラックスの表情を浮かべている。表情の中に ある両面性とか、多面性を一つの形で表しています。